皆さん、こんにちは。あとはあんたがそいつに乗り込んで。待ってください。適正反応。今日もとっつきたい老兵ガーラです。今日は C スパイダーを初期入手可能装備でとっつきたいと思います。それでは行ってみましょう。とっつけ、外しました。ソングバードの二刀流ですぐスタッカー入ります。こっちもスタッカー決められてとっつけません。アサルトブーストキックもうまく入りません。しかも間違ってアサルトアーマー、ちょっと下ってますね。機体は初期のメランダーセットです。ソングバードからの隙を芋ぶって懐に QB でロックを外して正面からパイルバンカーからのソングバード、いけキープ。今のはなかなか良いコンボでした。で、うわビーム直撃。ソングバードからのとっつき。ファイルでスタッカーとってもダメージが低いので、スタッカーでチャージとっつきを決めたい。とりあえずスタッカーゲージをとっつきで防ぎます。ここでパイルが冷めたのでチャージとっつきと思ったらチャージ失敗。はい、ここからソングバードからのふわっとチャージとっつき。いや開けない。最初はあんなに苦労したのが嘘のよう。うお、勝利のアサルトキック。なんかよく倒した後キックか AA でダメ押しする人よく見かけますね。笑い。苦労するとついつい勝利の舞いしたくなる気持ち、わかります。では早速今回も終了でお疲れ様でした。